アンドリュー・ウィリアム・アルバースは、カナダのサスカチュワン州ノースバトルフォード出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のミネソタツインズ所属。2004年の MLB ドラフト12巡目で、ミルウォーキーブルワーズから指名されたが契約せず、ケンタッキー大学へ進学した。ケンタッキー大学では、同じカナダ出身のジェームズ・パクストンとチームメイトだった。 2008年の MLB ドラフト10順目でサンディエゴパドレスから指名されプロ入り。2009年はトミー・ジョン手術で全休する。その後自由契約となった。2010年は独立リーグのケベック・キャピタルズでプレーした。2011年にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。9月16日に第39回アイブフワールドカップと グアダラハラパンアメリカン競技大会の野球カナダ代表に選出された。2012年9月11日に第3回ワールドベースボールクラシック予選のカナダ代表に選出された。2013年1月17日に第3回 WBC 本戦のカナダ代表に選出された。シーズンでは8月3日にメジャー初昇格を果たす。6日に先発投手として カンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。8回1、3をヒアンダ4、四球1、脱三振2で勝ち投手となった。2試合目となる12日のクリーブランド・インディアンス戦では、ヒアンダ2、無四球、脱三振2の内容で自身初完投、初完封勝利を記録した。2014年1月30日に FA となった。2014年1月29日に、 久保のハンファイーグルスと契約を結んだ。オフの11月25日にハンファを退団。2014年12月19日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕を参加のトリブル A 級バッファロー・バイソンズで迎えた。5月1日にメジャー昇格。同日のインディアンス戦で2年ぶりにメジャーで登板した。 6月10日に40人枠から外れバッファローに移動した。6月17日にトロントパンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出された。チームは2大会連続2度目の優勝を果たし、金メダルを獲得した。オフの10月20日に第1回 WBSC プレミア12のカナダ代表に選出された。11月6日に自由契約となった。オフは、 ベネズエラのウィンターリーグでプレー。2016年3月3日に、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約。2016年4月29日に、フルスツインズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ、配属された。8月11日に、メジャー契約を結んで25人枠入りした。ツインズではリリーフで4試合。 先発で2試合に登板。防御率5.82ホイップ1.94という成績を記録した。マイナーでは21試合に先発登板し、防御率3.690勝6敗と好騰を見せた。10月17日に40人枠から外れ、翌18日に FA となった。2016年12月26日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。 2017年1月14日に、参加トリプル A 級、グーインネットブレーブスへ配属された。開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出された。2017年8月12日にパクストンなどの左投げ先発投手が不足していたチーム事情から、シアトルマリナーズへ移籍し、参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ配属されたが、 8月15日のボルチモアオリオールズ戦で先発登板する予定のため登板はしなかった。予定通り15日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りしオリオールズ戦で先発登板し5回1失点の内容で2013年以来4年ぶりの勝利投手となった。9月25日のアスレチックス戦ではキャリア初セーブを記録した。 12月18日に自由契約となった。2017年12月21日に NPB のオリックスバファローズがアルバースの獲得を発表した。獲得当初の契約期間は1年で、背番号は27。2018年には一軍公式戦の開幕から先発ローテーションに定着。初めて登板した4月4日の対千葉ロッテマリームズ戦で、 初勝利を記録してから6月末までにチームトップの9勝を挙げた。さらにオールスターゲームにもパシフィックリーグの監督推薦選手として出場。7月14日にリブワーク、藤崎大球場で模様された第2戦に3回裏から2番手投手として初登板を果たすと2イニングを無失点でしのいで白星を挙げるとともにこの試合の関東選手に選ばれた。 このように安定した成績を残していることから、レギュラーシーズン後半の8月10日には、翌2019年からの2年契約で、チームに残留することが、球団から発表された。その直後に腰痛を発症したため、8月18日に、出場選手登録を抹消されてからは、実戦への復帰を果たせないままシーズンを終了。来日1年目での一軍公式戦2桁勝利も、 一したが、シーズン通算では、19試合の登板で9勝2敗、防御率3.08という好成績を残した。2019年には、一軍公式戦の開幕から5月中旬まで、先発ローテーションに入っていたが、1勝2敗と振るわず5月13日に、出場選手登録を抹消。さらに、前年に発症した腰痛が抹消後に悪化したため、6月には、アメリカの病院で、 腰の検査を受けた。その結果、腰椎の椎間板ヘルニアと診断されたが、手術を回避した上で幹部のリハビリに専念。8月16日の対千葉ロッテマリーンズ戦でおよそ3ヶ月ぶりに、1軍へ復帰すると、7回無失点の口頭で、シーズン2勝目を挙げた。結局、1軍公式戦13試合に登板しただけで、2年契約の1年目を終了。 2勝6敗、防御率5.83と前年の成績を大きく下回ったため、カナダへ帰国後の11月に腰椎の手術を受けた。2020年には一軍公式戦16試合に登板。前年に続いて4勝8敗と負け越したものの、シーズンを通じて先発ローテーションを守ったほか、防御率を3.94にとどめた。この年で2年契約を満了したが、 契約の延長までには至らず、12月2日付で自由契約選手として公示された。2021年2月8日にツインズとマイナー契約を結んだ。8月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。投球フォームはオーバースローで、フォーシームの最高球速は2016年に計測された91.6マイルパワー。チェンジアップとカーブのストライク率が 約30%程度と低く、投球全体でも50%程度となっている。しかし、全出の変化球2種は、ボール球を振らせる傾向にあり、請球難というわけではない。現に、通算予支球率は1.86と非常に良い。2017年はそれまであまり投げていなかった、フォーシームを、大投げする投球スタイルにシフトした。投球データが、サイトによって異なるため、 以下に掲載。オリックス在籍中の2019年に、腰椎の手術を受けた際には、投球フォームの動作を、主治医と共に解析した結果、腰への負担がかかりにくいフォームに改造している。愛称は、ドゥリュー・アンディ。プロ野球選手として生活できなくなる事態に備えて、ケンタッキー大学への在学中に、教員免許を取得。 ツインズに在籍していた2011年頃からオリックスの春季キャンプへ参加する直前までプロ野球のオフシーズンには自ら卒業した中学校の臨時教員としてフランス語と数学を指導していた生まれ育った故郷への恩返しとのことで教師を続けるうちに教師の仕事が好きになったためプロ野球選手としての収入が安定してからも8年生のクラスを受け持っていた こうした逸話が日本でも報じられたことに加えて来日1年目の2018年前半戦にオリックスの先発陣を牽引する活躍を見せたためファンからアルバース先生の愛称で呼ばれるようになった。もっとも腰痛の発症によって後半戦を棒に振ったため2018年度のオフシーズンには教団へ立たず腰のリハビリやトレーニングを優先した。ありがとうございます。